日本静岡県沼津市、大岡大岡は沼津市の地名。沼津市北東部にある南北に細長い地区。大ね木瀬川と狩野川の右岸。大きな工場が多数あるほかは住宅地が多い。北部には森林もある。清水町と沼津市中瀬町の境界から時計回りに、中瀬町、中原町、黒瀬町、本郷町、平町、山納台、 藤見町、杉崎町、日の出町、三枚橋、五月町、三枚橋、東熊道、京栄町、岡宮、京栄町、岡宮、緑ヶ丘、岡一式、足高、寸東郡町泉町上、長久保、道町下、長久保、道町下刈狩、道町元宿、道郡清水町伏見、道町八幡、田、道町長沢に接し、小林台を囲んでいる。 その他に三枚橋と泉町に囲まれた飛び地を有する。川木瀬川、野川地、門地湖の地名の大本は、大岡荘という荘園である。その範囲は、現代の大岡より広く、現代における裾野市の一部などを含んでいたらしい。平安時代に成立したと考えられ、角川日本地名大辞典22静岡県では、日本一種の天朝8年9月11日の港に、 現れる王の薪が、王岡荘に結びつくという見方を紹介している。高和期頃に、藤原氏通の領土だったとする資料があるが、信憑性は疑わしい。区間賞によると、北条時政の妻の父が、平頼森に長年仕え、王岡荘を寄進した。兵士の滅亡に伴い源の頼朝の支配下になったが、樹栄3年に平頼森に返却された。 文治四年には、地頭が、北条時政であったという資料があり、その後鎌倉時代を通じておむね北条家の領土であったようだ。ただし、憲法三年に、鉱山寺に、王王鎌が年貢を納めた記録が残っている。鎌倉幕府滅亡後は、岩礁教家が地頭に任命された。戦国時代になると、今川家の支配下に入った。今川氏真が、 永禄十一年に、駿府を追放されると一時的に、北条氏政が支配権を行使するものの、すぐに武田家の支配下になり、天正十年に、織田信長が武田勝頼を滅ぼした後は、徳川家の領土となる。千八百七十四年に、駿東軍の上石田村、中石田村、下石田村、木瀬川村、北小林村、南小林村、高田村、 日吉村が合併するときに、上記の荘園から名前を取って、大岡村とした。1944年に、沼津市に合併され、沼津市大岡となった。大規模な工場が多数存在する。国土地位による2万5千分の1地形図には、マーレ・エレクトリック・ドライブズ・ジャパン、芝浦機械、富士ロビン、矢崎創業の工場が、名前付きで掲載されている。 町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。